前回のカズクラ、カズさん前回は洞窟の続き、いい感じの場所にいるのになかなかええもん手に入んない、奥に行ってもマグマ渓谷だらけ、諦めかけたその瞬間、はぁ、切った。なんだかんだ10ブロック以上ダイヤモンド手に入れました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、前回はね、めちゃめちゃダイヤモンドとか集まったよね。あ、たまにはね、僕の、貯蔵庫ちょっと見てみますか？なんかあった時にね、幸運でガチンとやってみたいと思うんですよ。せーの、ボン。はい、もう結構なんだかんだ溜まったよね。ラピちゃんがね、もうちょいで1スタックでしょ。ほんで、ダイヤモンドが21ギー、レッドストーンが2スタックあるからね。なんとかしてダイヤモンド1スタック貯めてみてーな、ここまで来たら。いや、違うよ。本日はそんなんじゃないよ。ですね、この村。もう最近ですね、この村からですね、ちょっと離れておりましたので、この内部の方ですね、ちゃんと綺麗にしていきたいなと思います。まずですね、ちょっとした質問がございまして、蚊って打ったら最近蚊づくらが出てくるようになったんですって。蚊。あ、でもこれ、自分のアカウントでやってるか、いやいや、わかんねえな。すごいな、カンコレカラオケカズクラ。待て、カスで調べるとどうなる？ま、ちょっと待てよ。おい待てよ、なんでこれ検索結果にあるんだよ、これが。待て、検索するとなんで出てくんだろうな、カズクラだらけじゃねえかよ。見ないでいいもの見てしまったよ。ではですね、早速本日やりたいのはですね、こちら。はい、自宅ないと思われてるんですね。これです、僕の自宅。ただね、屋根全然ついてないんだよね。というわけで本日はですね、屋根作業の方行ってみたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。あー、そうだ、せっかくのスキンだからね、ちょっと脱ごう。よーし、混んでいっか、混んでいきましょう。いやー、なぜね、この作業をずっととやってなかったのかというとね、なぜでしょうね。あ、そうだ。これ、村人さんね、めっちゃ増えたじゃん。それの原因に、もしかすると、なんかね、この屋根をつけなかったのが逆に良かったのかもっていう意見があったんでございますよ。ではですね、ちょっと早速やっていこうと思うんですけども、どうしようかな。まずはいらないものを剥がして、よし、うんな屋根付け作業の方に入りますかね。私めの小屋はですね、まあ、こんな感じでいいのかな。いや、でもこれあれだな、こっちよりこっちの石のハーフブロックの方が僕好きかな。あ、ほんでね、これはね、村人が上に登ってこないようにちょっと工夫してみました。よーし、うんな行くぜ。あとはこっちもね、やっぱ1ブロックぐらいね、伸ばしとくのが本当だと思うんだ。よーし、まずはね、第1陣できましたよ。こっからね、あれが邪魔なんじゃねえのかな。ちょっと待って。え？登ってきちゃったの？まあいいわ。ほんで、こっからですね、上の方にちょっと上げていこうかなと思ってるんですけども。どうしようかな、今仮置きでこんな感じにやっていこうかな。いやー、うまくいくといいんだけどねー、これもねー。あんたどうすんこの家の守り神なんだ、あんた。どんどん上に登っていくわ。これどうしようかな、これ本当にね。あれ、あ、降りたね。もう登ってこないで。こんな感じでここも一応つけるだけつけといた方がいいのかな。よいしょ。うん、じゃあちゃんと端っこの方から制作していこう。こういうことになるのかな、これは。まずは端の屋根を作る。ほんでね、こうでしょ。高さ的にこんなもんじゃねえのかな。あー、ほんでね、やっぱ屋根めんどくさいのがね、この作業だよね、どう考えてもさ。こういうことをね、しっかり、あ、おい、これ飾りだな、飾り。あと、ここはどうすればいいんだろう、一体。ね、寝下げと、
そうだね、実際の家には値下げとないからね。まあちょっとこれもですね、おいおいちょっと考えていきたいなと思います。はみ出しネザーゲートみたいな感じで言っておくといい感じにならねえかな。さて頑張るよ。まずはこの土をね、あの土ブロックをちゃんとやる。やっぱ何でもね、あの基礎が大切でございますよ。基礎工事がね、このまんまの高さで降りてくるとこういうことになるんだよな。もうちょっと高くした方がいいのかもしれないな。おお、いやーこれも違うな。ここもね、ちょっと平ら系のやつでね攻めたいんだけどさ、こっから逆算してやればいいんだね。ああなるほど、こうすればいいのか。できた。じゃあ早速基礎工事の方入りたいと思います。あう、おい、よーし、なんとか土台ができたぞ。やればできるんだな、カズクラも。また来ちゃったの。頼むからあのネザーの世界だけは行かないでね。よーしできた。一応ここ落ちないように蓋だけしておこう。よーし、こんで屋根部分上の方は完成だね。ゴーレムはこの家の守護神ということで、いつか降りてくることをね、あの信じましょう。あとは、あっこら辺だよね。ちょっとあれどうにかしないとね。ここもね、一応屋根をこうやって貼り付けて、ほんで屋根もね、ちゃんとここ。ここね、ちょっと本当はね、透明なガラスが貼ってあったんだけどさ、そういう板ないからね、今こんな感じでいきたいと思います。なんか、思ったよりかはいい感じになったんじゃねえのこれ。いるねー、ゴーレムさん。ちょっと待ってね、今この土ブロックも剥がしちゃうからもう。あ、ほんで現実とは違うけどさ、ここら辺もツートンカラーにしようかね。こんでいっか。よーし。よっしゃ。一応ワッキーということで。あとはダークウォークはダークウォークでちゃんとやらないといけないよね。恋愛してる？ジョージを見てしまったかもしれない、これ。あ、人参。あ、生まれた。いやー、今日はいい日だな。よし、ここもね、ツートンカラーでいくぜ。あはは、いいやん。よーし、あとはね、そうだね、ちょっと、このまんまだと、なんかね、ちょっとなんかね、色鮮やかな感じがないからね、ここ1ブロックだけちょっと色変えようかな。ここマッツ入れてさ、下の土台の色もね、少し変えていこうと思います。あ、うん、だいぶイメージ違うね、こんだけでも。あ、それとも、これって2個並べれるの？あ、こっちの方が好き。面白いな、ブロック入れていくぜ。よーし、できたぞ。ちょっと可愛くなった。あ、夜か。せーの、てっ。よーし、ちょっとね、内側の方もチェックしていこうかしらね。あ、なんかね、逆に屋根つけたらにぎわうようになったな。いやー、中もね、まあ、なんか狭苦しいけどさ、また活気が戻ったね、この家に。いやー、よかったよかったー。あとはもうこの、湧き潰しの高さだけね。うん。うん、こんな感じいいかね。
あとここだけね、入り口開口部の方ね、ここだけ綺麗にねちょっと上げまして、とはい、とも本日はですねこんな感じで終わりたいなと思います。これがですね、マイホームでございますよ。あんな感じでね、店レゾンゲートもちょっと設置しております。いいよな、あれはあれでワンポイントねワンポイントのはずねえか。またね、なんかね移動の機会やったらね、ちょっとそちらの方検討してみたいなと思います。そして最後までご視聴の方ありがとうございました。ではまた次皆さんお会いしましょう。バイバイ。